どうも、しばちゃんです。どうも、しばちゃんです。ひろまるです。ありがとうございます。おてです。はい、というわけで、お前らな、はい、髪の毛派手やねん。やっぱりそうじゃった。俺ら当たってた、当たってた。いや、俺さ、いつも思うんやけど、積分サークルって実は髪色で言ったら一番派手な YouTuber じゃない。いや、まあそんなことはないかもしれない。ないじゃん、さぞかしね。で、ここにいる方々っていうのは髪の毛も明るい、はいはい、ということはもうさぞかし友達も多いんでしょうね。あ、やばい。だからでも、あの、一番髪の毛染めてたけど、大学の時一番友達おらんかったやん。それはない。それはない。大学の時一番髪の毛染めたり、だって赤から緑から青からいろんな色に回してました。虹色のように回してた。ただ一番友達は遊ばない。しかも特に異性の友達、なるほど、多いんでしょうね。まあ、というわけで今回やりたい企画は、はい、第1回異性の友達電話かけリレーゲーム。やーっ、なるほど。いいんすか、そんな企画。あなたが一番やりたくない。まあ、飲みとけよ。まあ、お前らに、俺はでもそんなお前らに俺はリベンジしたいと思って。ああ、そういうことで、ね、今回はその異性の友達にね、 LINE で、まあ、電話をかけてもらいます。なるほど、なるほど。で、出てもらえたら、とりあえず、あ、友達だしでしたねという。あ、それで友達にいってやった。3人の異性に電話かけて、で、3回連続で出てくれへんかったらその時点でも会うと。なるほど。やば、じゃあ結構あれやな、こいつ暇そうやなっていうのもポイントになる。それもポイントですよね。確かにそこ知ってるっていうのは結構。今回も一番最初に脱落したやつは、これはやっぱ一番友達少なかったでしょうという。なるほど。1週間毎日、リスナーさんに50件リプ返してください。なるほど、結構多いね。なるほど。はい、というわけでやっていきたいと思います。メイケイカラスウォーイズティンティンダー。だから例えば親戚の女の子とかはダメってことでしょ。例えばやけど、ああ、そうですけど、それ止まらない。え、相手に敬語で話されたらもうダメじゃないですか。それ渋い。いや、それやばいね。ハローさんみたいな、ハローさんみたいな言われたら、それ友達ですかっていう。先輩もダメってことじゃん。いや、俺ら友達やんなって聞くわ、俺。俺ら友達やんな。いや、それきついな。おうって言ったらポイント。それきついな。最初じゃんけんで言った、順番決めよう。一番やりたくない。俺さ、こういう時大体やりたくないやつが負けるもんね。まずはじゃあ部活の同級生から。なるほど、なるほど。攻めさせていただきます。てか、むしろこれしかない。ここも3人ぐらいしかおらへんで。じゃあかけます。頼む。もう結構切り札。いや、確かにこの子は出てくれる子やから。せーの。出る可能性あるよこれ。いや、でも子育てしてるっていうのがね。ライン来い。長い。もうそろそろ終わりちゃう？終わりちゃう？もうでもそろそろ出るるん。ああ！だから一番の切り札やね、これ。いや、ほんま切り札。くそ、ちょっと指震えるんやけど。いや、これでも、いや、これ結構めちゃくちゃ緊張するな。むちゃくちゃ。頼む。抜きなの。はい、二人目。来い。あ、これでもちょっと不穏な空気流れてるって。あ、もしもし。はい。あ、しおり久しぶり。久しぶり。怖いね。ちょっとあの、久しぶりやなと思ってちょっと電話かけさせてもらいました。気持ち悪いね。気持ち悪いよ。え、ちなみにちょっと確認したんやけど、俺としおりって友達？え、そう思ってた。ありがとう。ほんまにありがとう。はい、ありがとう。バイバイ。バイバイ。よっしゃー。よかったな、ほんまに。勝手に3回やって勝手に脱落すると思ってたから。よかった。じゃあほんまに、しおりありがとう。いや、ほんまよかったっすわ。しおりありがとう。誰でも。だってまずバンドメンバーで3人硬いです。確かに。え、でもさ、男の方がさ、周りにいっぱいいるやんか。かけるやん、玉はいるやん。玉はかけようと思ったらかけれるやつはいっぱいいるはずやで、ね。ナンバーワン候補、これ。え、この人はまあサークルの同期なんですけど。なるほど、なるほど。まあ、よくご飯行ったりする。そう、なるほど。はあ、それはでかくご飯に行く。じゃあかけます。もしもし。はい。今何してる？今布団の上でスマホいじってた。なるほど、いつも通りやな。やかましいよ。何？私友達やんな。え、まあ。え、マブダチ？まあまあ、マブダチかな。オッケー、ありがとう。オッケー、オッケー。えぇ、えぇ、おい。なんかやっぱ仲いいなっていうの分かれる。仲いい、仲いい。さっきの俺とは違うね。早かったもんだって。え、じゃあいいっすか。え、これどういう人っすか。これは高校の。なるほど、なるほど。まあ一番でも近いからね。高1高3一緒のクラスやった。
アイコンはでも結構。いや、またです。いや、やばいやばいやばい。出てこんもんね。いやちょっと待ってくださいね。いや、誰が出るやろうな。あ、大学の、大学のサークルの、友達です。あ、サークル。なるほど、なるほど。まだ連絡とかも最近とか全然取ってないんで。なるほど、なるほど。頼む！うわぁ、怖い！って、これ見てる方も怖いだから、やばい。めっちゃドキドキしちゃう。見てる方も怖いんだけど、これ。伝わる。緊張が。あ、もしもし。もしもし。え、最近調子どう？最近調子どう？最近何してる？何？今どこおるん？え、今どこおるん？無視されてるっていう可能性ありますか？え、聞こえん？聞こえてるけど。あ、聞こえた。え、俺だってさ、友達？お、ってことは大丈夫ですか？あ、じゃあありがとう。絶対説明しといた方がいい。はい、じゃあね。バイバイ。これ、いくつやろ。仲悪いよ。仲悪いよね。仲悪いよね。仲は弱ないよ。今の友達か、今。言っていいって言われましたよ。言っていいって言われましたよ。NG って、でも逆に友達じゃないと言えんくない人。いや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 。どの順番で女子にかけるか結構大事やな、これ。そうですね。暇そうなやつ。いいですね、悩めて。あれ、もしかして3人もいない？手札相当少ないってことは言ってます。でも僕、高校時代、高校3年間同じクラスなんですよ。はいはいはい。そこのやつかけれるよ。高校全振り。高校全振りで仲いいってことやな。そうそうですね。じゃあ、いきます。手震えてるもん。これ電化やばい。これ電化やばいです。おっと？これは？はい！じゃあ、もう一人。オッケーオッケー。いきます。いきます。さあ、高校時代つらかったやろお前。あーあったー。いやー、え、でも嘘マジで。え、でも西、もう2ストライクしたら結構もうなんか、いや結構緊張するなこれ。え、なんか出そうなやつ行かないといけないですよね。こいつ行くか。え、でもこれ行かなかったら終わりやで。この子はどういうキャラですか？え、これも同じ高校時代の同級。高校時代友達その3ね。頼む。これオッティ助かった。オッティ友達の証明ができるのか。これやばくない？ミネちゃん頑張れ。あ、もしもし。もしもし。久しぶり。久しぶり。元気元気。元気。じゃあ何？俺ら友達やんな。うん。オッケー。え、どういうこと？え、友達よね。友達よね。うん。オッケーです。ありがとうございます。まあまたちょっと行くわ徳島。え、あそう？うん。うん。また行きます。はい、連絡します。あの、サルエルと、サルエルの友達とサルエルよりは良好やわ、関係が関係良好ですね。だからもう、なんかこう、地元の優しいものが出てた。やばい、マジで良かった。だってあの、向こうから遊ぼって言われる、これめちゃくちゃ大きいポイントやから、ね、そうサデンが、まあ一番お前がまあね、いけるであろうと思われてる自分。いやいや、でも、この子この前結婚しましたっていう動画作った人ですか？あ、動画作った人。じゃあ出ますよ、それは。動画作った人、小中絶対出るやん。小中の同級生。結婚にするとのいつらになったのか。あー、もうこれは難しいわ。これはあの、小学校、中学校の友達です。アイコン結構シュウですね。アイコンはシュウ。おっ、あ、ミサちゃん。何？あー、お疲れ。最近何してるん？最近？うん、仕事。俺だって友達やんな。え、うん、そのつつもりやったけど。その一言が聞けて俺は幸せです、非常に。あ、ごめん、ちょっと YouTube の企画でちょっと異性の友達に電話かけるってのやってるけど、ちょっとほんまそんな感じで電話かけたところ。今なんやねんそれ。めっちゃ仲いいやん。めっちゃ仲いいやん。いやだからまあ、ね、はい、バイバイ。お、俺とも友達になってください。俺俺とも友達になってください。あの、相方の花尾です。花尾くん、よろしく。あ、お願いします。はいや。めちゃめちゃフランクや。めちゃめちゃフランクや。またご飯行きましょう。やったー。じゃあありがとう。じゃあよかったよ、友達増えたよ。友達増えたよ。ありがとうございます。友達増えたよ。来た、2周目。よしよしよし、1周目とりあえず全員変えた。全員クリアするとはちょっと思わんかったな。これえぐいつらいで、これきついかも、マジで。もう僕はほんま緊張する、これ。いや、あれ高校の友達マジで1人もいい。高校の友達は全然行ってほしい、絶対1人は。ほんまにいい日に、心の話、ほんまに。
この子ね、でも半大規則やってん、高校同じで、で、しょっちゅうすれ違ってた。いやいや、友達じゃないや。友達じゃないや。ほんまにヤバい空気になったらごめん。じゃあ行きます。あ、もしもし。はい。あ、俺3年6組の平沢なんやけど覚えてるかな。おお、はい、はい。ちょっと急にちょっと電話したくなりまして、かけた。え、俺のこと覚えてます？はい。え、最近何してんの？普通に社会人してます。あ。なんですか？ありがとう。はい。はーい。友達。よっしゃー。ビジネスマナーの先生か、お前。なこの勇気に乾杯してくれ。いや、すごい。ほんまごめんなさい。出てくれてありがとうございました。もし見てたらありがとうございます。いや、でもほんまに苦しいけどな。あ、おいーい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 、あと1回やー。相当のマブダチです。まあ、まあ、相当の最終兵器みたいなもんね、もうほんまに。てんかったら頼む、出るだ。いや、これある。あっ、あ、もしもし。あ、今何してる？まあ、寝てる。ああ、いつも通りやな。同じやつじゃんけ。え、友達やんな。何が？ああ、友達よ。ありがとうございます、ありがとうございます。え、俺らって友達やんな。友達やで。俺らって友達っていう認識で大丈夫？友達だ。ありがとうございます。俺とさきちゃん友達やんな。友達やで。パーってこうやって見てるけどさ、この LINE ほとんど YouTube の関係やもんね。今これパッと見たけど、 YouTube かエデンエレンやもん、ここに今載ってんの。高校時代ちょっともう一回行きたいかな。いや、もう行ってほしい、行ってほしい。営業トークだ。いや、だから友達やのに脱落ちゃう今の発言。確かに今のミスだ。これは高校のあのヒエラルキートップです。あれだ、人気あったってこと？まあ、クラスの中心的女子です、ね、なるほど。じゃあいただきます。ゆるじですか？もう終わったんじゃないですか、これもしかして。安心してる自分もいる。残り一機よ。これ切り札です、ここで。切り札が切り札として機能するのかどうか。これは会社内定時代の一緒のチームやった子がいるんですよ。なるほど。期間短いけど、うん、一番喋りやすいと思う。なるほどなるほどなるほど。ボミちゃんって言うんですよ。ボミちゃん。出な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 。今回だけは出ないでほしい。いい人なんやろうけど。ボミちゃん。あーだよー。携帯見てない。今全然携帯を見てない。いやー、来てくれ。携帯が近くにある状態ではない。かけよれ。はいよれ。はいよれにある子さん。あー、やっぱり一番友達いない。やっぱり友達一番いない。よかったってか、よくなんかちょっと見たかったんやけどね、本当は会話も。会話ちょっと見たかったんやけど。こっから削り合うんや。でもピローさん強い可能性あるから。でもまあそろそろ脱落が発生しだす頃やから。ピローさんか今めちゃくちゃあれやで、やばいで。今いろんな男に電話かけまくって、ほんまに男好きみたいな。え、じゃあまた言うんですか？いつも通りやん。もう出ない流れ来てるから、出ない流れ来てるから。いいいいいいね、いいね、いいよ。もしもし。どうしました？久しぶりです。久しぶりです。え、今、てか最近何してた？最近は普通に働いてるというか、うん、あ、そっか、社会人か。なんで使ってるの？いつも通りやな。あの、私って友達ですか？まあ、そうっすね。いやいやいやで、本当に〇〇さんと友達ですか？まあ、全然会ってないんですけど。はいはいはい。友達の定義によりますよね。なるほどなるほど。自分の友達イメージした時に〇〇出てきます？もうちょっと怪しいところ。
してましたよね。いやいやいや、じゃあまたサークルの界隈で。お、あれか、あれない、まだ近い。もしもし。あ、今大丈夫ですか？ごめん、突然。え、何してました？寝てた。いつも通りだっけ？いつも通りってやりたいの？いつも通りだね。私友達やな。マブ達？マブ。マブ。ありがとう。お前。ずるいね。いやでも今のはまあ今のは友達じゃん。反応速度早いし。終わりです。はい。これ辛い。この虚空に響く音。はい。待って夏だけ。まあまあまあこの3人でしょ。そりゃ。そりゃ。いやでもまだ俺童貞の話だから。あ、そうかそうか。俺まだ童貞の話だから。いやでも。もうここで出てくれ、頼む。結構運ないっすもんね。確かに。そうなんや、こう。あ、ちぃちゃん。もしもし。あ、お疲れ、ちぃちゃん、お疲れ、はいはい。俺とちぃちゃんって友達やんな。うん。何？当たり前っぽい。俺ら仲良かったよな、高校の時。うん。なんで最近全然飲みに行けてないん、俺ら。誘ってくれんこれ。ごめん。おぉ、いやいやでもやっぱ会話の濃さが違いますね。確かに仲良くなさそうやったら。いやでも俺だからしたらめちゃくちゃ仲良 いや、ほんま俺からしたら羨ましい。だからなんかだるくても話せる仲や。確かに。まあまあそうね。いやこれはや最後よし一騎打ちまでいった。すげえ。とりあえず行った、ね、よしのことのこと。じゃあ最後じゃあもう一発アウト。一発アウトでいこう。うわーで両方アウトやったらもう一回サドンです。だからもうサドンですですね、最後。よし、いやバンドメンバー結構仲良かったんで。その仲いいやろ、絶対。これはもう出てくれるはずです。かけていいですか？あ、はい、どうぞ。怖いよー。マジか。もしもし。はい。あ、今何しとった？エーペックス。あー、なるほどな。素敵やん。ごめん、私友達やん。ちょっともうじゃないね。バイバイ。両方とも強いな。いやー、耐えました。ネトゲ配信多いわ。もうこれ終わったら僕結構もう有力が消えます。マジで。いやまあ結構まあついに結構めちゃめちゃかわいそうな感じです。あ、でもなあ、これは7コール目の法則。天眼されますよ。なほちゃん10秒だけ俺に時間をくれ。これはやくっそー。というわけで、はい、友達一番多いのはピロマル。すごいわ。ピロマルはすごい。まだ余力あるでしょ。なんかマジか。だって全部3コール以内ぐらいで出てたね。あれ結構すごいことやと思う。ワンテイク。いやすごい。いやこれはもう乾杯ですわ。というわけで、正直思った以上に疲れました。いや本当そう。メンタルやばいですよ。はい。来年リベンジ。